はい、続きましてのご紹介はこちら、6号の「陽だまりを歩く」という作品になります。こちらの作品はですね、取り留めのない、誰もが見たことのあるような公園の中の、緑の風景ですね。葉っぱの間を通ってきた木漏れ日が、キラキラと揺らめいていると、そんなような作品になっております。この作品のポイントはですね、奥の光が多く当たっている部分に薄く半透明の白をかけることによって、ちょっと湿度を含んだ空気が、ふわっと明るくなるような、空気自体が輝いているような、そんな表現をしてきたつもりです。ぜひこの奥行き感と、空気感、生で見ないとわからないところだと思いますので、ぜひご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。